そしてマサはクチバスティに到着したのであった。で、本当だったらここでポケモンセンターに寄りたいんだけど、ポケモンセンターにはまだ寄らず船に乗ります。君はわしのポケモン自慢を聞きに来たのかね。そうか、では早速始めるか。あのな、わしのお気に入りのギャロップかな。可愛くてな、たまらんく、さらにもうすごすぎて、そう思ったか、どうして、はぁ、抱きしめて寝る時も、ギャロ素晴らしい、美しい、ありゃ、もう最短でサントアンヌグを終わらせる。多分本当は有効な道具とかもあるんだろうけど、ちょっとなんか事故が怖すぎる。いい傷薬は5個あるから問題ないな。本当はポケモンセンターに寄りたいんだけど、サントアンヌ号に乗ります。またもうしばらく我慢してくれ。ようこそサントアンヌ号へ。ちょっと待って、お客さん、チケットは。はい、結構です。よし、行こう。行くぞ。この船のお客は長旅に退屈してる。暇つぶしに戦いを挑んでくる人もいるかも。冗談じゃねえよ。この BGM 好きだわ。ただのんびり船旅をしている場合ではないんだよな。これスーパーボール。ちょっとラッタ、もうしばらく耐えてくれ。瓦割りは1階の左から2つ目の部屋。これでもスニーキングすればいけんじゃないか。無理か。この子が、よし、こっち通ろうとすると短パン小僧が効いてるから無理じゃん。左向いた瞬間に、うっ、これはどうなの。これはこれ、俺今見つかってる。ねえ、ね、俺見えてる。これどうなの。終わった瞬間戦闘始まるのかな。セーフだった、セーフだった。よし、今だ。あばよ父さん。瓦割りは、あ、覚えられ、あ、ピカチュウとリザードンが覚えるのか。あー、これはピカチュウに覚えさせておきたいけど、今はまだいっか。ちょっと寝かせよう。リザードンはなぜなら鋼タイプに対する打点は持ってるからすでに。ピカチュウ、間違えてピカチュウが先頭でコイルとかと対面しちゃった時どうしようもなくなるところだったんだけど、一応カバーできる。よーし、じゃあこのままライバル倒すぞ。よーし、本日2度目のライバル戦。計算上突破できないはずがない。根性発動中のレベル54のラッタなら絶対突破できる。行くぞ。ボンジュール、マサ。おやおや、こんなところで会うとは。マサ、招待されてたっけ。それでポケモン図鑑のデータ集まったか。もう俺なんか40種類捕まえたぜ。俺なんか50時間やってんだぜ。ちゃんと草むら入って探してみろ。探したわ、お前。3番道路の草の草むらの中に俺のもう繊維みたいのめちゃくちゃ落ちてるぞ多分。はい、ビジョン19レベル。落とせないわけがない。落とせ。ラッタ、落とせないわけがない。ラッタ VS ラッタ、どちらが本物のラッタか。ラッタよ、少しはこのラッタを見習ったら。ユンゲラな。ユンゲラどうしようかな。ユンゲラ追い打ちでいいか。いや、もう今日大事な勝負一気にやっちゃいたい。無理、なんか次回俺この緊張感を持ってできなそう。しっかり打てて。よし、突破だ。本日2度目のライバル戦突破です。頑張ってきてよかった、ほんとたまんねえわ。居合切りの名人が船に乗ってるって言うからよ。
会ってみたらこれがただの船酔い親父。でもこの技がまた使えるんだよな。なんだそのこのまずさがまた癖になるんだよなみたいな。お前も会ってみるといいぜ。じゃあアバよ。さあ行こうか。でここでこの人のお腹をさせてあげてゲロを出させてあげると。ありがとう。だいぶ楽になったみたいだ。なになに、なんだ、秘伝の技を見に来たのか。元気な時なら自慢の居合斬りを見せるんだがな。で、居合斬りは、あ、命中95か。嫌だなこれ、覚えさせたくね。あ、てかリザードン、あ、リザードンだなこれ。ヒカクを消すか。消したくねえんだよな。ヒカク命中100なのに。せっかく今陰を踏んだわけじゃないよ。いや消そう。しゃあない。リザードンが居合斬りを使うような場面に出くわさせちゃダメだ。俺がしっかり導いてあげないと。リザードンは居合斬り取得したので、もうこの船に用はね。いや今までさ、頑張ったその積み重ねた努力があったおかげだよ。こんなスピードで進めるのおかしいもんだって。ありがとうサントアンヌゴ。氷山には気をつけろよ。というわけで今日最後にクチバジム突破して終わります。ラッタ、本当はポケモンセンターに寄りたいところなんだけど、本当はポケモンセンターに寄りたいところなんだけど、ちょっと我慢してくれる。わかる気持ちは。どう考えてもここでポケモンセンター行く場面じゃんって思ったかもしれないんだけど、根性がちょっと。というわけで本日最後にクチバジムを突破して終わりたいと思います。もう今まで貯めただけあってさ、一気にストーリーがチョロ Q みたいだろ。散々貯めて一気に走るから。じゃあ行きます。クチバジム速攻で突破するぞ。でまずここのゴミ箱を当てなくちゃいけない。トレーナーとは戦いたくない。戦わずにゴミ箱を引き当てたい。この中に当たりのスイッチが2つあるのよ。その2つを連続で押さないといけない。お、スイッチあった。これで1個目のロックが外れて、で次にもう1個目のボタンを当てられればもうそこでいけるんだ。この下のおじさんの動き、俺じゃない。やった来たぞ。でこのおじさんは、このおじさんわかんないけど、ラッタで倒せないわけないんだから普通に行こう。軍隊にいた頃の松須少佐にビシビシ鍛えられたぜ。ピカチュウだ、よかった。ラッタにしといて。これね、二重の意味でよかったのよ。ラッタ毒ってることによってピカチュウの静電気食らわないの。ここは電光石火。いいぞ。で、もうそのまま間髪を入れずに戦うぞ。いやこれもう本当にさ、神が俺にこの縛りプレイを早くクリアしろって言ってるとしか思えないわ。 Hey! Poor little kid! You の半端なパワーでは戦場じゃ生き残れないね。 You は戦争でエレクトリックポケモンを使って生き延びたね。みんなビリビリしびれて動けない。 You も同じ道をたどるに違いない。 Oh my god! Let's battle!I play Anaphylaxis Shock! OK! グリ、穴を掘るだ。電光石火を少しでも温存しよう。当たらんよ、そんな技。一人目。次。そのまま行くぞ。
毒状態になってるお前は相手の静電気も食らわない。そして相手は電光石火を持ってるが、お前の電光石火の方が速くて強い。ワンダフォープーリン火山。さあ雷中だ。レベル24、なかなか強いがお前の敵ではない。どちらが本当のネズミか見せてやろう。 I'm Mickey Mouse! Ready go! Fantastic! 対戦ありがとうございました。 Oh no! You の強さ Truth! つまり本物ね。 OK! オレンジバチやるよ。オレンジバッジ持ってるだけで You のポケモンスピードアップ and 空を飛ぶ技はファイトない時も使えるようになるよ。 You はスペシャル。これはミーの気持ちね。電気ビリビリ電撃波エレクトリックポケモンに教えてください。あ、でもこれピカチュウに普通に覚えさせよう後で。やったぞー、3つ目突破。いや本当に勢いだけで突破したな。あーもう身が持たねえ。もう今日ここまでね。今日ここまで。もうこれ以上進めないよ。無理無理無理。このもう1時間20分で俺はもう痩せこけた。だいぶこけた。そろそろここら辺でもう一回レベル上げを挟んだ方がいいかもしれないな。2番道路に行ってみては。あ、2番道路行かなくちゃいけないのか。あーあーあれだ、ディグダの穴越えてフラッシュもらわないといけないのか。でもあれか、よく考えたらディグダの穴突破できるってことはいつでも毒状態になれるんだ。そうだわ、もう別に毒を大事にする必要あんまねえんだ。だってまたあれだもん、ニドランをすぐ触ればいいんだもん。でディグダの穴突破してとりあえずフラッシュだけもらっとこう。これ結構忘れがちだよな。ここせないわけないから。これしかもこれ経験値結構美味しいのでは。これ新しいレベル上げスポットかもしんないな。ディグダの穴4倍だよ、4倍以上。今までは草むらで倒せるポケモンの経験値が約50だったんだけど、ディグダ4倍か。あ、これ美味しいな。岩山トンネルに行ったけど真っ暗で怖いよ。ポケモンにフラッシュで明るくさせられればな。それをもらいに行くんだよ。僕覚えてます。ほら、オーキド博士の助手です。ポケモン図鑑が10種類以上集まっているようなら。そうか、ポケモン図鑑埋めなくちゃいけないんだもんな。10種類はさすがにいるけど、学習装置欲しい。よし、フラッシュもらったから戻ろ。よし、じゃあ口場に戻っちゃいます。で戻ってさすがに毒解除するか。でも待て、トキワシティからニビーって毒状態にして戻ってくるっていうのもありだよな。今ラッタドキッとしたろ。でも結構俺真面目に考えてんだ今。いやごめん、クチバシティ戻んねえわ。はい、ニビシティ戻ってきました。懐かしいな。ここで、回復します。毒解除。よし、今日はここで終わるぞ。ちょっとあのディグダの穴でレベル上げするかもしれない。もしかしたらすごく長かったね今日。お月見山突破、ライバル倒し、ゴールデンブリッジ通って、まさき助けて、霞倒して、サントアンヌ号突破して、マチスを倒してニビシティに戻ってきました。というわけでまたちょっとレベル上げ、あのチョロQで言ったらあのギギギギって、ゴムを巻くところのパートに入るかもしれませんが、一気に進むかもしれません。ご視聴ありがとうございました。はい、どうもこんにちは。レベル上げ枠、再びということでですね、今日の目標、ラッタのレベルを上げるに戻しました。54、このレベルをね、まあ、60、70ぐらいにできればしたいな。レベル上げの場所なんだけど、ディグダの穴で最初上げようと思ってたんだよ。ただディグダの穴、時々ダグトリオが出てきて、そのダグトリオに出くわしちゃうと、ダグトリオはレベル31とか出てくるんだけど、一撃で倒せないからダグトリオの攻撃を食らうと。しかも、あ、じゃあダグトリオだから逃げようっていうのも砂地獄のせいでできない。なので、ディグダの穴でのレベル上げは不可能です。なので一旦クチバシティまで行きます。
はい、11番道路にやってきたので、ここの横の草むらでレベルを上げようと思います。ここはね、レベル17の鬼スズメが一番レベル高いんだけど、倒せる、電光石火で。しかも根性発動させてなくても倒せるので、まあ一番安全にレベル上げができるんじゃないでしょうか。というわけで、ここでレベル上げをしていきたいと思います。あー、トレーナーがいるじゃん。え、危ねえ、ここ。え、全然安全じゃない、思ってたのと違う。やめといた方がいいかな。当たっちゃったら当たっちゃっただ、死ぬわけじゃない、倒せるよ。スリープだ。新鮮だよな、新しいポケモンが出ると絶対倒せるから。これ計算してるから。218、4倍以上だ、すげえ。3番道路の4倍以上。ここを4倍道路と名付けよう。鬼スズメレベル15、どんくらいもらえるの経験値。ワクワク、あーにゃ、ワクワク。あー、鬼スズメは鬼スズメだね。スリープが特段高いのか。なんでよかった。というわけで、あれだな、ラッタのレベル上げとともにリザードンのレベル上げも、あ、あ、やべ、矢切りしちゃった。あ、草むらが。いや、大事な草むらが。なんてことすんだお前、くっそー、レベル上げしたいのに。マジで、ちょっと今普通にマイクミュートにしてさ、すごい寝っ転がるみたいな姿勢でずっとやってたんだけど、びっくりしちゃった。なんだこれ、なんだこの金色のスズメは。ラムネサワー飲みながらさ、すごいダラダラしてたのよ今。寝っ転がりながら片手間にやってたんだけど、吹き出すかと思った今。これ捕まえよっかな。なんか鬼スズメだったらちょっと捕まえたいよな。いやいや、超迷う、これ超迷うな。捕まえるか投げるか。これ捕まえたら面白いもんな。なんかちょっとこれちょっとこの色が違う鬼スズメ、俺持ちたい。投げさせてくれ、スーパーボールチャレンジさせてくれ。いくぞ、頼む、捕まってくれ、頼む、頼むよ。よし、2、3、来い来い、おっしゃ。捕まえちゃった、やったー。鬼スズメ、小鳥ポケモン、草むらの虫などを食べる。羽が短いためいつも忙しく羽ばたいている。わあ、これどうしよう、名前金太郎にしよう。こいつの名前はいつか出てくるとは思ってたけど。金太郎。すごい色だなお前、控えめな性格か。鬼スズメとマッチしてないな、めちゃくちゃ。あー、これこの鬼スズメ、カモネギと交換したらどうなんだろう。色違いのカモネギ送られてくるのかな。だってこっちが色違い送ってるんだからさ、相手だって送るべきだよな。よーし、ちょっともうやめようかな。レベル上げそろそろ今日は終わろうかなって思ってたけど、目覚めだからもうちょいやります。